こんばんは、ハムオです。今回は新しく出たダリオガチャやっていこうかなと思います。先ほど、まあダリオのね、考察動画作り終わって、まあ YouTube にアップして、まあアップ待ちというところなんですけど、やっぱ強いね。まあね、ダリオに関しての雑談も挟みつつガチャしていこうかなと思うので、まあ、とりあえずはいつも通り、300チケット買ってきますね。はい、お待たせしました。300チケット買ってきたので、まあ僕はね、いつも、5ステを、まあ、2回引いて、4ステをすべて引き切って、ピック5回で、まあ天井ルートという形をしているので、まあその前に300チケかな。はい、そんな感じでやっていこうと思います。ここでね、出てくれるのが一番嬉しいんですけど、まあ果たしてという感じですね。ああ、出ないかな。まあ長くなると思うんでね、ゆっくり喋っていこうと思うんですけど、やっぱね、ダリオめっちゃ強いと思うな。まあ基本魔法タンクなので、やっぱね、その、どうしても魔法に物理1ってあんまいないと思ってて、物理に魔法1がね、やっぱ多いと思うので、まあそういう意味だと、水着グラセラの方がいいじゃんってなると思うんですけど、変わってもいいよ。変わらないね。やっぱね、攻撃しながら回復ができるっていうのが、やっぱ水着グラセラって回復のタイミング1回とかじゃないですか。ちょっと待って。300チケ終わったら、じゃあまずはね、4ステから引いていこうかな。一旦ね。はい。あ、ちなみに、シャドウリンクス出るんだよね、一応。キトンは多分出ないけど、そうね、キトンは出ないけど、ダリオが 0.4% で、水のリンクスは多分一応、可能性あって、光のルシオも、おそらく、可能性あるね。よし、じゃあ引いていきましょう。ちょっとね、トイレ行きたいんですけど、まあトイレ、ね、僕が漏らす前にダリオが出てくれると信じて引いていきましょうかね。ちょっと寒いな。すいません、ちょっとブランケット持ってきます。総員戦闘開始、敵を殲滅。はい、すいません、お待たせしました。なんかちょっと寒かったんで、ジェラピケを持ってきました。これで僕の氷と水耐性がね50ぐらい上がったんで、まあ、寒さはしのげるかなって感じですね。よし、じゃあダリを引いていきます。何の話してたっけ。あ、そうそう、水着グラセラはまあ一回ね、攻撃した時に、まあ 50% 以下になった時に割合回復中あって、治癒力がね、めちゃめちゃ高いので、まあほぼ全開みたいなことするんですけど、やっぱダリオはトリプルドレインをしながら、まあ自分も対象にできるし、味方の方が HP 減ってたら味方も多分回復できるはずだし、やっぱりね、リアクションでも、出ないね。リアクションでも回復の機会があるから、やっぱ回復タンクみたいな感じで強いと思うんだよな。あと、まあ、今回ダリオがもし天井になるのであれば、シャドウリンクスとルシを引きたいよね。あとダークセイレン引きたいよね。はい、ビジョンカードなんでここはスキップといたしましょうか。テレレレレレレって。お、クワールが2個。でもね、ダリオはね、暴れないと思いますね、個人的には。ちゃんと強いけど、あ、かけらが出たら終わりっていう、どっかで聞いたんでね、スキップします。やっぱね、A2 がめちゃめちゃ強いから、A2 きついと思うんだよな。で、なんか最近、まあ、雷を使って、多分その、2月1日になる前の1月31日のギルバトで、A2 水着グラセラファリスっていう編成に雷3人で負けるっていう大失態をね、やりまして、これも出ないな。
マジでって思いましたね。いや、本当に、あれね、強すぎる。雷3人なのに、全然ダメージ取んないんだもん。びっくりするよね。うん、何の動画だって気がする。そんなにね、水着グラスラーを上げるような発言してたら、ダリオくんが来てくれないと思うんでね。ちょっとじゃあ、優勝席をね、使って、ダリオくんに誠意を見せていこうかなと思います。まあでもね、水着グラセラの話にまちょっと戻っちゃうけど、でも水着グラセラってまあ物理タンクで、そんなに魔法耐性もめっちゃ高いわけじゃなかったと思うし、シェルとかね、魔法バリアとかもないのに、やっぱフルテンしてると HP クソ高いから、魔法も全然耐えるし、回復するんでね、なんだかんだ強いんですよね。魔法がいたから簡単に負けるってキャラじゃないので、そう考えると、やっぱダリオもね、素の HP の高さとかで、やっていけると思うんよね。で、多分これ、シャドウリンクスだと思うんですよ。そんな簡単に多分ダリオ出ないと思うんで。うん。まあ、旗が出ればね、一旦勝ちということで、お願いします。いや、違う。わしに任せろ。何もあってねえよ。大丈夫かい？なんでお前やねん。いや、ガチャ動画は、ガチャのね、結果をもとにサムネを作るんですけど、水着グラセラの時も L でサムネに入れたんだよな。いや、今回も多分サムネにうっすら L でを載せることになるんだろうな。お、いいよいいよ。いいよいいよ。金来たよ。いや、2枚抜きとかしてほしいな。お？ああ。いや、なんか属性絞るって言って、雷と風にするって言ったけど、今水めっちゃ強いよなって思うんですよね。水と氷か。雷なんだかんだ優遇されてたからな。今後しばらく出ないと思うんですよね。ダリオくん、ここで出てくれたら、飛んで喜びます。はい。わしに任せろ。大丈夫かい？違うなぁ。キルフェが出るんだったら、リンクスが出てくれてもええんやないか？確率的には一緒だよね。二枚抜き。なんだこれ。ああ、かけら、あ、そうかそうか、もらえるのか。いや、でもダリオをどういう編成で使おうかなっていうのは、実はあんまり考えることなく、とりあえず風だからっていう理由で引いてるんですけど、ダリオ A2 アルストリアとか組めないかなってちょっと思ってる節はあるんだよね。斬撃チェーンできるしさ。ということでダリオくん、お願いします。はい。いや、全然違う。なんで、頼むよ。頼むから天井だけは勘弁してくれ。しっかりするんだ。ね、光の、まあ、ヘレナとか出る前に、結構強い光っ歯と戦ったことがあって、光の戦士のクリスタルブレイバー3連続からのバッツの全切りめちゃめちゃ痛くて、あれ本当に強かったなって思うから、それをダリオでやりたいんだよね。そう考えると、まあ、風のエレチェか、まあ、斬撃かってところで、まあ、この話は後でするとして、まあ、これはね、ダークセイレーンでございます。もしくは、エルデの時に出た、ホロビジョンカード。あれ強いから、どっちか。まあ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 。まあまあまあ。まあね、そういうこともあるよね。いや、なんか寒気がしてきたな。大丈夫かなこれ。寒いんだけど。ここも虹に。まあまあまあ変わんなくていいです。ここがダリオなのであれば、全然問題ないです。はい。しっかりするんだ。何？さっきから氷ばっか出るけど。何？ダリオ恨まれてる。いや、虹の排出率はめちゃめちゃいいのよ。それはめちゃめちゃありがたい。
あれでもこれ UR 確定じゃなかったっけ。あれなんか UR はユニット確定みたいな、どっかで見た気がするんだけど、あれピックアップ3倍とは、あれいつのビジョンカードですかこれは。ぬぬぬぬぬ、雲行き怪しくなってきたな。まあもう一回4捨て引いてちょっとメダル見てこようか。いやまあこの前ね A2 の時に課金をしてお得パックをねある程度、いやこれ出ねえな、これはスキップだな。だだだだだ、めちゃめちゃ懐かしい話するけど、ドランドが来たら次いいのが来るっていうジンクスはまだ残ってるかな。当たらないさ。当たるわけなかろう。当たらぬ。いやでもな、その1月は割と雷テンプレで結構攻撃的には成績良かったんだけど、なんか最後の方になるとこう A2 がめっちゃ増えてきて光テンプレが減っちゃって、なんか成績安定しなくなったから、まあ2月は全然出ねえな。ちょっとちょ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 、光対策というよりは A2 対策をするべきなのかもしれないなって思ってきてるんですよね。あーやばい、久しぶりに天井かな、きついなこれ。いやまあ天井でなければいいのよ、もう何でも。あダメだこりゃ。いや副産物もなしなのは結構厳しいよ。ちょっとメダル見ていきますね。はい、メダルが1200枚というところで、神引きラインはもう終わってしまいました。メダルがちょうど1000の時にね引けるのがいいんだけど、まあなかなか現実そううまくいかないですね。はい、というところでじゃあ5ステを引いて、あとはピックで地獄を待つだけというところなんですが、あれ UR ユニットしか出ないみたいなのってどこに書いてたんだっけ。あー普通のピックアップの方ね。なるほど、5ステは普通にビジョンカードも出るのね。なるほどな。じゃあさっきたまたま運が良かったんだ。ゴステ割と、あ、ユニットばっか出るけど、そう確定って書いてたしなって思ったんですけど、あれは運が良かったんですね。でそこが虹じゃなければ、はい飛ばします。ダークセイレン違う。いやこれまずいな、これはまずいぞ。いやだんだん語彙力はなくなってきたな。いやこれはスキップだな、これは出ない、金じゃないからな。いやマジで出ないなとか言って出るパターンでしょって若干期待したけど、いやーもうここからはね、ガチャ動画の尺が伸びるだけだから、もう、パッパッパッとテンポよく行きたいんですけど。いや、マジでこれ5、あー、最後虹なのね。まあじゃあそれだけ、いや、まあキャラクターは出ないから、いいか。まあ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 。やばい、沼ってる。まあ 2P もなー、チケットで出ちゃったし、エルデとかも結構引きは良かった気がするから、まあいつもね天井じゃなかったから、ある意味神引きだったと言えなくもないって感じだから。いやでもちょっとこの辺でダリオ出てほしいよ、頼む頼む。
お願いします。フルテン予定です。頑張りますんでよろしくお願いします。どうしてこうなるんだ。どうして人間は醜い争いをやめられないんだ。近づいたんだけどな。まあ風というところでね。いや、この次で出なかったらもう天井濃厚なんだよな。頼む。頼むがユニット。なるほどね。なるほど。ああ、わかりました。はい。あと、ピックアップ5回でございます。いやー、なんか、まあ、確率的に、天井っていうのは、まあ、仕方ないことだと思うんですけど、なんで天井と天井じゃないのにそこまで差があるのかなって感じするよね。いや、もういいわ、これ天井でしょ、もう。まだまだ!かけら、もらえないの、マジできついよね。ダメだ。やっぱりこのままじゃ。ちょっと、何も変わらない。そうか、ダリオ天井か。これはでもかけらが厳しいな。100個違うのね。今20連だよな、20連だよな。あ、しかも今回ゲージないんだ。あ、ゲージないんですね。フェスってゲージなかったっけ?いや、頼む。ほんとギリギリでもいい。頼む。いやー、もうなんか10連で神引きとかしなかったなー。なんか使うキャラって大体天井なんだよな。はい、終わりだ。もう次かな。次で天井だよね。ちょっと念のために確認してきます。あと20連かな。うん、1800だもんね。あと200枚だから、100枚だよね。うん、あと20連ですね。いや、マジでここで出てくれてもいいから、ほんとに頼む。でもね、なんか20連で出る確率なんて何パーよ、みたいなとこよね。いや、もう昇格する気配がないんだよな。ちょっとまあ一応スキップせずに見るけど。いやー、そうか。もうただの語彙力がないガチャになってる。いや、副産物もなしの天井はマジできついなー。いやー、3万石。まあまあ、これだけは一応見ましょうかね。いやあ、そうか。副産物も出ないのはマジできついな。天井なんだったら何かしら、新しいビジョンカードとか。でも、ようやく分かった気がする。僕には、本当は分かっていた。そんなにね、水着グラスラーをあげるような発言してたら、ダリオくんが来てくれないと思うんでね。なるほどね。まあちょっと一回だけこれやってみようかな。うん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、なんだろうな、この、せっかく欲しいキャラクターが出て、ガチャをして、頑張って育成しようみたいな、こう、ね、思った矢先に、天井をしてしまうと、モチベ下がるんよな。何なんだろうね。いや、別に天井自体が嫌っていうよりは、これをなんで俺はもらえないんだろうっていうのがね、マジで納得がいかない。呪われしアードラの大地を、今こそ、受け取るがいい。納得いかないよな。
コアクリスタルが放つ無限の魔力を。歩いてるとこも見えないしね。え、まあまあいいよ。はい、まあ頑張って育成します。はい、というところで、ガチャ動画めちゃめちゃ長くなったかなと思うんですけど、あんまりカットもできないと思うんですが、後半はもうただ胃が痛いガチャをしているただの成人男性の動画だったと思うんですけどまあガチャ動画はね、天井でなんぼみたいなところがあると思うので、まあ見ていただいた方が楽しんでいただければ。でも面白いこと言えてないしな。うん、まあ苦しんでる姿をね見てはははって笑ってもらえればと思いますので、はいまあちょっとね、天井をしてしまったので、ダリオのかけらに使う、まあかけらが100個少ないっていうのと、まあマックスでね石を使ってしまったので育成が多分遅くなっちゃうかなって思うので、ちょっと実践動画出すのは難しいかもしれない。まあその辺はちょっと石また計算しようと思いますので、はい、とりあえずガチャ動画これで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。